米国男子ツアー全米オープンを終えて最新のフェデックスカップランキングが発表された松山のボールはこんなところに写真海外メジャー第三戦となった今大会はリブゼー・ブライソン・デシャンボー米国が4年ぶり大会2勝目を挙げたがポイント対象外1打差2位で敗れたローリー・マキロイ北アイルランドは400ポイントポルトガル5を獲得し 通算2445プラチナで3位をキープした。3位タイで終えたパトリック・キャントレー、トニー・フィナウ、共に米国、はそれぞれ338プラチナを獲得。キャントレーは21位、10位へ、フィナウは33位、15位へジャンプアップした。出場した日本勢6人は松山秀樹のみが予選を通過。メジャー今季初のトップ10入りを果たし、 6位で275プラチナを獲得。通算1815プラチナで8位へランクアップした。出場しなかった久常涼は通算335プラチナで92位につけている。12位タイで今大会を終えたルドビグ・オーバーグ、スウェーデンは150プラチナを加算し、2ランクアップの5位。昨年、覇者のウィンダム・クラーク、米国は9プラチナ余りを上乗せしたが、 6位へランクダウンとなった。スコッティ・シェフラー米国は41位タイでフィニッシュし、17プラチナを獲得。通算5068プラチナで1位をキープした。2位は前週と変わらず通算3117プラチナのザンダーシャウフェレ。米国3位からマキロイ、コリン・モリカは米国が続いている。 レギュラーシーズン終了時点のランキング上位70位までが来季シード権を獲得するとともに、年間王者をかけたプレーオフシリーズに進出。上位50位にいれば高額賞金や高額ポイントが付与される少人数の格上げ大会への出場権が得られる。